ロバート・ステッドワードはカナダの作家、スポーツ科学者、経営家、カウンセラー、コンサルタントであり国際パラリンピック委員会の初代会長を務め1989年から2001年までこれを主催したコミュニティボランティア。それ以前には1979年に身体障害者のためのカナダスポーツ基金を創設している。2000年には 国際オリンピック委員会の会員にも選ばれている。ロバート・ステッドワードと2000年のシュドニーパラリンピックの開会式の時に騎手のブレンダン・バーケットによってステージに持ってこられたオーストラリア国旗オレゴン大学の博士号を持っているカッパ・シグマ・フラタニティの会員である。1999年にカナダ勲章のオフィサーを授与された。2002年には テリー・フォックス栄誉殿堂入りを果たし、エリザベスセ世ジュビリー金メダルを授与された。2010年にはアルバータ州の栄誉勲章を授かっている。1978年にはアルバータ大学に身体障害者のためのトレーニングセンターと研究機関を設立した。2000年に名称を個人及び身体的達成のためのステッドワードセンターに名称を変更した。 体に障害を持つ大人や子供に身体的活動やスポーツプログラムを提供する研究設備である。2001年に国際パラリンピック会長をフィリップ・クレーブンに引き継いだ。ありがとうございます。